はい、こんにちは、まめと申します。シャドウ実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、前回は栗原の壮大な綿密に練られた計画が実行されましたね。はい、見事あの変態教師山田がハニートラップに引っかかりまして、そんでもってその証拠現場を抑えるために栗原がね、担任の牧島先生を連れてきましたよね。そいでもってこのハニートラップを仕掛けた犯人は、ゆのちゃんをいじめている犯人は三日月凛ちゃんになすりつけ成功しまして、なんで栗原は三日月凛ちゃんになすりつけたんですかね。まあ唯一栗原に盾つくことができる人物ではあるんですが、なんかそれ以上に何かありそうですよね。匂う匂うぞーと、今日は休みましょう、ぼちぼち休むかと、大変な日でしたからね。はい、え、なんかテロップの色が変わったんだけど、あ、人物が変わりましたね。凛ちゃん視点だ。あのさ、私今から学校なのよ。くだらない理由で電話してこないでくれる？私そういうのが嫌だからあの家から離れたのよ。こっちに来てまで私を巻き込まないでよ。じゃあ、いいところのお嬢さんなのかしら。携帯電話の通話を切ると、はあ、うざ。学校の屋上、電話の内容を人に聞かれたくなくて私はここへ来ていたと。父さんも母さんもなんでいつもああなのよ。私の両親はかなりの不仲で夫婦喧嘩が絶えない。今の電話も母さんからで、父の愚痴ばっかりだった。そういうのに耐えられなくなってわざわざ寮生の学校に来たわけだ。だというのに、ほんといい加減にしてよね。そろそろ教室に行こう。遅刻して悪目立ちもしたくない。なるほど、そういう裏背景があるのですね、凛ちゃんには。おはよう。なんかさ、凛ちゃんの方みんな向いてるよね。心なしか。何？なんかかなり注目された気がするんだけど。もう噂が行き渡ってんの？昨日の今日でしょ、早すぎじゃね。おはよう、カレン。どうしたの？なんか雰囲気おかしくない？リン、おはよう。よく学校に来れたわね。お前が言うな。は？何言ってんの？気づいてないのね。言っとくけど、全部バレてるわよ。だから何言ってんのよ。意味わかんないって。こいつ、とぼけちゃってるし、最低ね。何かおかしい。何か怒ってる。しかも、この感じからすると、私にとってかなり良くない何かが。みんなに囲まれて怖いんだけど。三日月さん、あの噂、本当なの？噂？何のこと？とぼけないでよ。ユノのことに決まってるでしょ。ユノ？ちょっと待って、何が？あなたが深見さんを脅して山田先生に襲わせようとしたって噂よ。もう広まってるわよ。はあ？何それ、知らないわよ。もうそんなの通用しないのよ。正直に話しなって。わけがわからない。身に覚えがない。そんなのやってないし。ユノ、これどういうことよ。それは。ユノが証言したのよ。あんたがやらせたってね。な、ユノ、あんた、どういうつもりよ。何？またユノを脅す気？やめなよ、怖がってんじゃん。あんたら、素直に認めなよ。っていうか、カレンが現場を抑えてくれたからよかったけど、そうじゃなかったらどうなってたか分かってんの？何これ、何が起こってるのよ。三日月さん、一応未遂で終わったんだし、素直に謝った方がいいと思うけど。なんかめっちゃ
腹立たしいですね。犯人はすぐ後ろにいるのに、後ろっていうか目の前にいるのに。冗談じゃないわよ。身に覚えのないことでなんでそんなことしなきゃいけないのよ。謝るわけないでしょ。このすかした顔、勝ったぜみたいな。私がそう言い放った瞬間、カレンがにやりと笑う。それを見て、しまったと思ったが遅かった。何それ、リンってマジでクズじゃん。ありえないんだけど。これがこいつの本性ってことよ。表向きはいい顔しておいて、裏ではえげつないことやってんだから。こっちのセリフだっての。そうだ、忍。忍はどこよ。忍なら私がそんなことしないってわかるはずよ。忍はカレンが湯のいじめの主犯だって知ってる。私がこいつらにはめられてるってこともきっと証言してくれるはずだ。なんか市中に収められてそう。大丈夫かな。何、今度は忍を脅す気？違うわよ。なら忍に聞いてみればいいじゃない。忍、リンが話があるって。怖いよ、口開かないで。何？ねえ忍、今回のことどう思う？リンってば認める気ないらしくてね。なんだろう、カレンのこの余裕。まさか。ああ、そうね。まあ、一言で言うなら、見損なったって感じ。裏で手引いてるクソったれ。一瞬、忍はカレンのことを言っているんだと思った。え、さすがにやりすぎでしょ。ありえないから。忍は私の目を見て、私を見て言っていた。間違いなく私に言っている。忍、状況分かったでしょ。薄ら笑いを浮かべながらカレンは言った。私だけにはカレンの言う本当の状況が全て理解できた。おそらくカレンは今までかなりの根回しをしていたんだろう。きっとユノも逆らえないようなネタを握られているんだ。友達も離れて当然じゃん。私こいつ許せない。もう口も聞きたくないし。少し反省した方がいいと思う。舞ちゃんが、あの正義感あふれる感じの舞ちゃんに言われたらちょっと結構来るね。いやー、私は何もやってない。三日月、あなたはちゃんと真実を見抜けるか。阿久津くん。急に阿久津が声を荒げた。これは絶対味方になってくれないわ。素直に謝るべきだ。今回のことは度が過ぎてると思うし、栗原のおかげで未遂に終わったんだから、深見にだって素直に謝れば許してくれるはずだろう。こんな状況、正義感の強い阿久津には許せないんだろう。余計な首を突っ込んできた。やってもないことで謝れるわけないでしょ。その目は後ろの子ってな。とぼけるのもその辺にしとけよ。そんな状況じゃないことくらいわかるだろ。もう言い逃れなんてできないぞ。やだ、阿久津くんではやっぱかっこいいヒーローって感じ。だから私は。阿久津くん、ありがとね。でもリンはまだ反省する気ないみたいだし、少し時間をあげましょうよ。ああ、そうみたいだな。わかった。きっと改心してくれるって信じてる。ダメだ。もうどうやっても私が悪者になってる。完全に彼にはめられた。リン、ごめんね。私、長いものには巻かれるタイプなのよ。リンの味方したら、私までハブられちゃうしね。嘘でしょ。忍が裏切ったことは半信半疑だった。だが今の言葉で裏切ったことが確定してしまった。まだカレンたちに脅されているという方がマシだった。
それなら脅しのネタさえなんとかなればこちらの味方になってくれるという可能性もあったのに。そういうことよ。じゃあ今後の学校生活楽しんでね。栗原が嫌な笑みを浮かべながら言ってくる。私は教室を抜け出した。今日はとても学校に出る気にはなれなかった。なんで私の人生ってこうなんだろう。どこに行っても嫌なことが追ってくる。なんか疲れてきちゃった。自殺しないでよ。あ、これは多分そうだよね、共演してんだよね。なるほど、キャラによってテロップが変わるんですね、色が。なるほどな。俺は自分の席で寝たふりを決め込みながら会話を聞いていた。つまり事前に噂を流してクラス全員を味方につけて、週明けに三日月が登校してきたタイミングで攻め立てると。みんなまんまと騙されちゃってるみたいだし、しかも栗原は深見をいじめから救った英雄という立場も確立できている。これをさ、覆すのってめちゃくちゃ難しいと思うんだけど、どうすんの？ここまでうまくやると感心するな。波の発想じゃない。あの栗原ってのも相当キレてやがる。下手な反撃は返り討ちに遭うのがオチか。凛も最低よね、あんなことするなんて。ほんとよね。あー、なんであんなことできるんだろう。私には理解できないわ。ちょっとね、あゆみちゃんをつっついてプロッとね、プロッとね、本当のことを吐かせたいですね。ちょっと口が変わるいスピーカーちゃんみたいなんでね。私もずっと騙されてたなんてね。はあ、ショック。うわあ、しらじらしい。なんだこいつら。リンが反省するならいいけどね。ま、あの様子じゃそんなことないだろうけど。その時はあいつに反省させてやればいいんじゃん。それいいかも。まだ何かやる気か。どうせ放っておいたらまた俺にも迷惑かけるんだろう。俺を巻き込んだこと後悔させてやるからな。せいぜい楽しんでおけ。京也くん何をするんだ。はい、放課後のチャイムが鳴ると、今日の授業が終わり、教室の奴らもまばらに帰ってきた。さてと、栗原たちの計画はもう分かった。かなり時間は経ったが、俺もそろそろ動き始めるか。とりあえずやることは大きく3つだ。まず1つ目は深見のいじめを止めること。これに関してはあまり難しい問題ではない。いじめを止めるだけという場合の話だがな。2つ目、山田のセクハラをやめさせること。これはちょっとストレートには無理だな。少しえぐい手を使うことになるだろうが、まあいいか。そして3つ目、栗原と高田に報復すること。これが一番難しいだろうな。かなり厄介だろう。生半可な手じゃ返り討ちに遭う。多分やることが一番多そうだ。あまり時間をかけすぎるのはダメだ。時間が経てば経つだけ取り返しがつかなくなる。今更何をなんて思われないうちに終わらせるべきだろう。なるほどね。時間制限は今週いっぱい。今は月曜日だ。今週の土曜日に全てを決行する予定だ。だから金曜日までには全てを終わらせないと意味がない。話題に熱が入っているこの1週間が全てだ。まずは深見に話を聞きに行くか、その後にどういう方法で行くか決めようと。よっしゃ、やってやるか。とりあえずはじめくんにちょっと話しとこう。深見さんに行く前に。えげつなかったな。だな。お前から話を聞いてなかったら俺も三日月がやったと思い込んでたぜ。仕方ねえだろ、あんなに綿密にやられたら普通わかんねえよ。でどうする気だ。とりあえず深見と話してくる。どこにいるか心当たりってあるか。さあな。ただ今日は栗原と高田は天海を連れてどこかに行ったみたいだぜ。深見は置いていくみたいなことを言ってたな。そうか、ならまだ学内にいるかもな。この学校で一人になれそうな場所ってどこだ。
放課後に、出入り自由で人があんまりいないのは屋上か図書室くらいだな。ならその辺を、探しに行ってみるか。こっからどうにかする気か？俺は無理だと思うけどな。俺にもわかんねえよ。世の中に 100% なんてないしな。そうか。まあ頑張ってくれ。ああ。ちょっと手伝ってくれてもいいんじゃないか。っていうかさ、あれ今日もなんかあいついなくない？なんだっけ？ああ、日崎くん。日崎くんいない気がするんだけど。どうしたんでしょうかね。はい。三日月か、あんなやつだったなんて、なぁと。みんな、騙されてる。三日月結構タイプだったんだけどな、性格終わってんな。りんちゃんがさ、ちょっとモテるから嫉妬でもしちゃったのか？見た目いいからな、栗原、ちょっと嫉妬しちゃったのかな、わかんない。私がいじめの対象じゃなくてよかった。ジミッコちゃんはそう思っちゃうよね。はい。そして正義感の強い。違った。はい。カット失礼いたしました。あの正義感強くんじゃなかったわ。日崎のいじめに三日月のいじめか、なんだこのクラスはと。そういう日崎がでも今日いない気がするんだけど、朝からいなかったかな。どうなんですかね。ちょっとなんか、あ、間違った。深見ちゃんところに行く前にちょっとぐるーっと回ってきますね。あ、いつもの童顔ダンスウィーがいない。深見ちゃん発見しました。もう放課後だったんで廊下には誰も出ていませんでした。はい、ということで話しかけていきましょうと。ここにいたかと。泣いてるよクレス君と。で、あの後何があった？話すのも嫌ってことか。言えよ。じゃないと助けらんねえだろ。はい。実はもう一度山田先生を誘って、今度は本当にやられろと。じゃないと私の動画を SNS でネットに公開するって。そうきたか。そうだよね。もうなんか動画とか何か情報を握られたらおしまいですね、敵に。 SNS っていうちょっとね、便利なものがあるせいでこういう犯罪もちょっと増えちゃうよね。で、それを三日月のせいにしろと。はい。山田はどうなってる？牧島に見つかったんだから相当な問題になったんだろう。いえ、山田先生はむしろ被害者だから今回は特に問題にはならないって話になりました。なるほど。隠蔽に走ったか。牧島も自分のクラスが問題であると面倒なことになるからな。それを避けたのだろう。それに山田に貸しも作れるだろうからな。それに山田先生は一切手を出そうとしなかったという噂に今も変わりつつあるみたいです。ここまで読んでたか。山田は牧島と栗原に弱みを握られたわけだ。もし例えば栗原が服従する代わりにこっそり深見とやらせてやると山田に言えば、あいつは従うだろう。あの変態教師、深見をえらく気に入ってるみたいだしな。栗原は深見に命令し山田に襲わせる。そんなことがあれば最悪深見は自殺でもするかもしれない。なんかすごいモヤモヤするよねだがそうなった場合でも山田のせいにしちまえばいい。事実を作れば山田が何と言おうと言い逃れはできない。現場を撮影できればなおよしだと。深見の口封じもできる上にさらに三日月を追い詰めるネタになる。多分あいつの考えたシナリオはこんなところだろう。なあ深見、なぜ栗原はあんなに三日月を目の敵にしてるんだ？わかりません。でも栗原さんは三日月さんを相当嫌ってるみたいでした。わからないか。ならもう三日月に聞いてみるしかないな。ああそうか、いい案を思いついた。三日月をこちら側へ引き込もう。あいつなら
栗原との付き合いもそこそこ長いだろうし、何らかの情報を持っているはずだ。今ならきっと落ち込んでるだろうし、心に隙もあるだろう。優しい言葉でもかけてやれば簡単に落ちるかもな。あの、どうしたんですか？ああ、いや、なんでもねえよ。ああ、ところで、三日月って寮生なのか？はい、確かそうだったはずです。なら、まだ会えるチャンスはあるな。あとそうだったな。こいつにやってもらわなければならないことがある。深見、お前、自分の裸を自撮りしてこい。何言ってんの、女の子にセクハラまがいですよ。え、何を言ってるんですか？いいからやれ。なんで、まさかクレス君まで？なわけねえだろ。まあ、裸が嫌なら乱れた服の姿でもいい。誰かに襲われた後みたいな感じがベストだな。裸だと一番効果的なんだが、まあそれでもいいだろう。どういうことですか？ちょっと理由を説明してくれないと怖いですよね、言われた側は。もう何言ってんの教養。そいつを山田の身の回りのものに忍ばせるんだよ。で、しかるべきタイミングでそいつが見つかれば、あいつだってもうどうしようもないだろう。でも、お前耐えるって言ったよな。ならさっさとやれ。できるだけ早くだ。今週中に片をつけたいんだと。わかりました。よし、じゃあ終わったら俺の携帯に送れって。もうね、本当にね、そういう危険な写真とかは絶対人に送っちゃいけませんよ、若い子たち。いいですか？危ないですからね。 SNS に一回載せられたらもう絶対消えることないですからね。誰かが絶対保存したりしてますからね。俺の連絡先を深見に教える。あと、今後教室では俺に声かけんなよ。お前とつながってることが栗原たちにバレたらかなり厄介だからな。はい。最後に一つ、どんだけ死にたくなっても今週は耐えろ。いいな？わかりました。念押ししとかないと本当に死にそうだしな。カット失礼しました。じゃあなと。うん、あ、もうこれで帰っていいのかな。ちょっと待って。カット前のことをぶっ飛んじゃってますけど、ちょっと記憶力3秒なせいで。まあさて、いろいろとやることが見えてきたなと。そういえばなんかゆなちゃんになんか卑猥の写真をなんか求めてましたよね、京也くん。少しやることを整理しようと。まずは深見が山田に襲われることを防ぐことが先決だ。本当に深見が山田に、やられちまったら、深見が精神を保てるとは思えない。耐えるとは言うが、絶望に落ちた人間は思いもよらない行動をとってしまうもんだ。今日、明日くらいは大丈夫だろうが、それ以上になると栗原が深見と山田の密会を無理やりセッティングする可能性もある。その前に問題を起こそう。そうだな、まずは深見の机にゴミでも、散乱させてやるか。栗原に身の覚えのないいじめが起これば、あいつは犯人探しに躍起になるはずだ。次に深見の自撮り写真だ。こいつをコピー用紙にでも印刷して山田の机や、カバンなんかに入れておけばいい。このタイミングは週末ギリギリの方がいいだろう。早めに忍ばせても気づかれて処分されればアウトだしな。最後に栗原と高大の報復、これに関しては三日月凛に一度接触する必要がある。だが三日月のやつ、今週学校に顔を出すのか。さすがに漁師の、女子寮に尋ねるのは目立ちすぎる。あいつがいそうな場所を探さないといけないかもな。よし、そろそろ動こう。1週間以内に学校で起きている問題を解決してください。ちょっと待って、私にできるかな、こんなポンコツに。はい、問題を解決するには全ての必要な行動を実行しなければなりません。何をすればよかったか、ちょっともう3秒前の記憶は飛んでるよ。必要行動はメニューコマンドのメモにて確認可能です。ありがとうございます。項目を選択すると現在の状況とそれに関する、考察やヒントを確認することができます。
一日で全てを実行することは不可能なので、何日かかけて全ての必要行動を実行してください。了解しました。必要行動が達成されるとメモの項目から消えていきます。最終的にメモに何もなくなれば目標達成です。了解しました。中には別の、必要行動を達成しなければ次の段階へ進めないものもあります。その場合は先にそちらを片付けてしまいましょうと。また、複数日かかる内容もあります。残り数日的に、残り日数的に達成が不可能な場合も強制的にゲームオーバーとなりますので注意してください。じゃあここからセーブをちゃんと分けとかないとですね。ゲームオーバーとなった場合は、1日目からやり直すか、データをロードするかを選択できます。状況的に積んでしまった場合は1日目からやり直しとなりますと。必要行動中に選択肢が表示されることがありますが、赤の選択肢は結果に影響が出る選択肢です。選ぶ際の目安としてくださいと。規定日数までに目的を達成できなければ時間切れです。これもゲームオーバーとなりますので注意してください。では行動開始です。はい。1日目来ました。ここからがね、本題でございますよと。まずは、ちょっと一回セーブして、メモを見ましょうと。深見のいじめ悪化を阻止。深見ゆのが栗原たちからいじめを受けている。悪化の傾向にあるが、これを阻止するよう行動しよう。なんだっけ、なんかゆのちゃんの机にゴミ箱を入れろみたいに言ってたよね。これはもう速攻、今から多分やったらいいと思う。山田への罠、セクハラを行っている、これを止める山田に罠を仕掛けよう。これはなんか最終日らへんギリギリになんかゆのちゃんのね、セクシーお写真をカバンとか机に忍ばせろって言ってたよね。りんちゃんの説得、はい、栗原の被害者三日月りんを味方につけよう。そのためには信用してもらうよう説得が必要だった。でもりんちゃんがいる場所をまず探さないといけないんですよね。はい、栗原と広大の報復準備、これとこれはなんかなのでちょっとセットって感じですよね。はい、さまざまな事前準備が必要だろうと。寮に戻る。じゃあ、まずはちょっとゆのちゃんの机に、あ、待って、ゴミをまず取りに行かないといけないのかな。ちょっとここだけやってしまおう。じゃないとね、記憶力3秒だから次回収録するときには忘れてしまう気がするんだよね。お、かなだん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 めっちゃ噛みまくり何、私が可愛いからって痴漢なんかしたら許さないからねと。いや、もう可愛いから連れ去ってゲフンゲフンって感じなんですが、くせ、興味ねえわボケいや、私今操作してる私はとてもカナタンに興味がありますと。かわいい。ちょっと一番お気にでございますと。君は転校生のクルス君だっけ。コピー機なら職員室にあるよ。使用は自由だからと。なるほどね。ゆのちゃんから写真をもらったら、とりあえず職員室のコピー機で、はい、印刷すればもう満体って感じですね。はい、じゃあまずは、ちょっと待って、ゴミいっぱい食う。ゴミ取って戻ってこれねえじゃん見てたら。ああ、今週ずっと掃除当番だって言うたり、ガラス割ったくらいでやりすぎだろうと。わざとじゃねえのにと。この先のゴミ捨て場までもう何往復したと思ってんだよ。体罰だ体罰と。俺が持ってってやるよそれ。俺が持ってってやるよ貸してくれたらいいんだけど。ちょっと待ってよ、やってるよストーリーして撮れるからよしよしよし、これですね。はい、ゴミ捨て場だと。なんか良さげのゴミねえかなーと。はーい、ゴミ漁りしてまーすと。お、これなんか良さそうだな。ガラスの破片が入った袋がある。いい感じに目立ちそうだよな。え、ちょっと手切らない大丈夫かな。ゆのちゃんにさ、ゴミちょっと入れとくからさ、気をつけてって言っとかないとまずいんじゃね。これを放課後に教室に人がいなくなったタイミングで深見の机にばらまいてやろう。俺はガラスの破片が入った袋を自分のカバンに入れたと。怪我しねえように、しないようにしねえとな。危ねえ危ねえと。ちょっとこれ持ったまんまこいつらに話しかける。もういざとなったらこのガラスでちょっと首筋をってな。はーい、やめてよ日崎くんと。あ、っていうか今日日崎来てたんだうるせえ黙っとけと。あ、違う、今日なんか乾くんと違うやつ連れてんだけど。やべえな純平、これ面白えなと。だろ、あれ
そういえばさ、この子ってさ、初日なんかカナタンと一緒につるんでなかった？幼なじみかなみたいな感じにちょっと思ってた子じゃん。おい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 、止めさしたいんだけど、ダイレクトに関わったらちょっとね、自分も巻き添え食らっちゃって今からのミッションが失敗しちゃうので、ごめんよしゅんちゃん、今はちょっと見過ごさせてください。ちょっと君早く助けに行ってあげて目撃して助けに行ってあげてくださいとな。はい、じゃあどうしよう、ゆのちゃんの机に入れるまで行くか。行きましょう。みんなでもちょっとなんか廊下で歩いてるんだよな、平和だなぁと。能天気ですね。お名前が能天気って書いてたもんね。はい、ちょっと待って、廊下ざーっとちょっと話しかけてきます。いじめ知らねえ、そんなんあんのと。知らなくていいよ守ってあげるから、帰って推しの実況動画でも見よう。見ろ見ろ、私もね、とある実況者さんたちのね、実況がね、ちょっと今生きがいになってますからね。ちょっとお名前はね出せないんですけどね。はーい、知ってるか、いじめの女王三日月凛やばいよな。あいつたまに放課後屋上で見かけるんだよ。不機嫌そうに誰かとよく電話してるぜ。いじめ相手かもな。これはじゃあ屋上に行けって言ってるよね。でもまあとりあえず、あ、でもこれどうしよう、深見ちゃんのさ机にさガラスばらまいたら1日目終わっちゃいそうじゃん。何語、1日目終わっちゃいそうじゃん。なのでちょっと熱血教師伊沢、む転校生のクリス君、気をつけて帰りたまえよ。こんな教師がいるならなんか山田とかもボコボコにしてくれそうな気がするんですけどね。熱血だけどちょっとなんか察し悪い悪いおじさんなのかな、私みたいに気づいてない感じなのかな、いろいろ。おい、俺日崎じゃねえよ、よく間違えられんだ日崎によく似た男とな、男子とな。確かに髪の毛白色でね、ちょっとツンツンがね似てる感じでございますね。ツンツンだったかわかんないけど日崎。はい、屋上行ったらもしかしてりんちゃんいたりするのかな。ほいっとギャルミちゃん、今日ギャル子ちゃんいないよ。あれ、私何しようとしてたんだっけ。私と同じで記憶力3秒だね、ギャルミちゃん。はい、ギャル子ちゃんいないけど、あ、リンリンちゃんいる。ちょっと待って、どうしよう、どっとちょっと焦りすぎて、まずはちょっと忘れないうちに、うん、深見ちゃんところ行こう。はい、やってまいりましたはいいんですが人いるよね、これ多分ダメだよね。あ、じゃあ今できないんだ。じゃあリンちゃんに話しかけてから。深見の机だ、ガラスの破片は入手して、シュ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 と。今日は人が多そうだな、ばらまくのは明日以降にした方がいい。今日やれることといえば三日月と接触するくらいか。見つからなければ、今日は帰るかと。屋上にさっきいましたよね。じゃあ次回三日月凛ちゃんとお話しするところからスタートしていきたいと思います。はい、ということでちょっと屋上直前でセーブしとかないと何すればいいか忘れちゃうんでね。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。